父とこと聖霊との御名でアメン。愛する兄弟の皆さん、昨日は聖母飛翔天の大祝日でした。私たちはマリア様が天に凱旋されて、そしてついにイエズス様から、王の王であるイエズス様から、女王としての元寇としての天地の元寇としての王冠を得られて、天使たち、そして聖人たちがこの天地の女王である元寇であるマリア様を天国に迎えて大歓迎して、そして大歓喜のうちに喜んだという、飛翔天の原意を黙想いたしました。肉体も霊魂も天に挙げられたマリア様のその栄光を黙想しました。今日その翌日、この続きでマリア様がこの栄光を、女王としての元寇としての権利と権威を受けた、その誰から受けたかということを黙想いたしましょう。実はイエス・キリスト様から受けました。なぜかというと、イエス様は天主の本性によって、そして、贖いという征服によって、悪魔に打ち勝ったという贖いの技によって、私たちの天地の王であるからです。王の王であって、そして信じる者のみならず全人類の王として統治する権利とその力を持っているからです。これはカトリックの信仰のドグマです。ピオ、11世教皇様が、このイエズス・キリストが王であるということを必ず、全国際社会が認めなければならないと強く訴えておられました。ところでこのイエス様が王であるということは現代忘られてきてしまっています。つい最近、イタリアの、マルコ・ド・サッティ、というジャーナリストとのインタビューの時に、ヴィガの大司教は、引退教皇様であるベネディクト16世の書いた論文において、今聖職者たちでの間で、道徳的なの基準の弛緩がある、道徳の基準が緩んでいる、そしてそれが教会上に広がっているというのを見て、これは公会議の精神と関係があると教皇様は指摘しました。ヴィガの大司教様は確かにその通りであって、なぜこのように、道徳の弛緩があり、信仰の緩みが生じてしまっているかというと、なぜならばイエス・キリストがその王冠を奪われているから、その王座から追い払われているからだと言います。現代社会の世俗社会においてのみならず、教会内部においてもイエス様はその王冠を奪われている、王として認められていないと指摘しています。まさにそこにこそ確信があります。まさにそこにこそ私たちの、問題の究極の問題があります。なぜかというと、ヴィガの大司教によれば、例えば、ディニタティスマネ、人間の尊厳に関する宣言などによって、人間は天使から独立して自立した空間を持つことができる、そんな権利があるなどと言っています。非造物の分際で王から独立した 自立的な空間を私たちが、エンジョイすることができる、あるいはどんなような宗教であっても、公にその自分の宗教を信じることを、表現することを、たとえ悪魔のを信じるものであったとしても、その他のどんなようなものであっても、公権力によって妨害されない権利があるとカトリック教会の教えていなかったことを教えています。人間の権利として、ですからイエス・キリストを王の王座から追い払って、人間がその王座についていると指摘するのは確かにその通りです。そればかりではありません。
イエス・キリストが唯一の君主として王の王として、あるのであるから、その代理者である教皇様も教会の王でなければなりません。教会は君主制として一つの頭をとしてのものの元にあるものとして作られました。しかし司教団体主義によってコレジアリティによりて教会には今頭が2つあるとされています。教皇様と、もう一つの頭は教皇様を含めた司教団です。この2つが全教会に対する最高の権利を持っています。権威を持っています。統治権を持っていますとされています。これによってイエズス様の王位は失われた。だからこれをヴィガン大主教は回復させなければならないと訴えています。ではどうしたらいいでしょうか。私たちのできることは、このイエズス様の王位がまたカトリック教会に戻るように、そして全世界に戻るように、償いの国際十字軍を継続したいと思っています。シュナイダー司教様が訴えて、そして始められたその十字軍を私たちをさらに続けていきましょう。何をしたらいいでしょうか。三つあります。昔ながらの聖殿のラテン語のミサに預かってください。ここにこそカトリック信仰の真髄が、何も変わっていない本質が凝縮されています。日本では東京と大阪に毎週主日にミサがあります。東京では午前中、大阪では午後の6時から。そしてロザリオを唱えてください。できれば家族でロザリオを唱えてください。最後にファチマで天使が教えてくれたお祈りをいたしましょう。そしてイエス様が王としてその地位を確立しますように、マリア様が、天に上げられたマリア様が私たちを助けてくださるようにお祈りいたしましょう。父と子と聖霊との名によってアメン。